施行すべき法令に関する法律とは、日本統治下にあった台湾に施行すべき法令の制定手続きや施行等について定めていた日本の法律である。1895年に調印された下関条約により、日本は清から台湾地域の活譲を受けた。しかし、台湾は内地とは慣習をことにする住民から構成されていることもあり、 それまで日本に施行されていた法律を台湾にもその効力を及ぼすことの妥当性が問題になった。また台湾統治の方針を確定させるためには監修調査も必要であり台湾の実情を踏まえた法律を整備することには時間を費やすことが予想された。以上のような問題があるため当初は統治の方針が確定するまでの次元立法の形式で後には 内地の法律の効力を台湾にも及ぼす方針で、冒頭の名称の法律が制定された。なお、同盟の法律は、口実の通り3回制定されている。明治29年法律第63号まず、最初に制定されたのが、1896年3月に制定され、翌4月から施行された、明治29年法律第63号であり、 法律番号から63ポートの通称がある。当初は3年間の次元立法であったが、1905年3月31日まで有効期間が延長された。この法律では、台湾総督府の長である台湾総督に対し、台湾における法律の効力を有する命令を発布する権限が与えられた。つまり、台湾総督に対して、台湾内における立法権を 限定なしで委任したものである。手続きとしては、台湾総督不評議会の議決を取り、次月とも大臣を経て、天皇の直裁を得る必要があったが、緊急の場合はその手続きを経ずに立令を発表し、事後的に直裁を経ることも可能だった。しかし、63法には、立法権を包括的に委任したことに伴う、問題点を抱えているという批判が出された。 まず、63法の立案過程でも問題とされたが、前提として、そもそも大日本帝国憲法の効力が台湾にも及ぶかが問題とされた。具体的には、憲法が施行された後に取得した領土に対して、当該憲法の効力を及ぼすためには、別途手続きが必要になるのかが問題となる。仮に手続きを経なければ効力は及ばないとすると、天皇は、 憲法の制約なく台湾を統治することが可能になる。当時の政府は帝国議会において日本の領土である異常台湾にも憲法の効力が及ぶと答弁していたが、法学者の間では及ばないとする見解もあれば規定によって区別されるとの見解も存在していた。次に当時の政府の答弁の通り憲法の効力が台湾に及ぶと解すると行政長たる。 台湾総督に対して立法権を包括的に委任したことが憲法に反するのではないかが問題となった。具体的には、第日本帝国憲法5条は天皇派帝国議会の協賛をもって立法権を恐怖と規定し、憲法上は立法権の行使に帝国議会の関与を必要としていたこととの関係で疑義が生じ、63法の期限を延長するたびに、 帝国議会で問題とされた。また、六十三法は台湾にも施行される法律が帝国議会の協賛により制定されることを排除していたわけではなかった。実際、国会予算や管理に関わる事項等については台湾総督による律令ではなく法律により立法をしていた。しかし、六十三法の規定上は立法権が分属していたため、 台湾内において法律と律令の内容が定触した場合にどちらが優先するかという問題を引き起こした。以上のように63法には立法権の定触という問題があったためそのような技術的な問題を解決する等の目的で63法に代わり1906年3月に明治39年法律第31号通称3一法が制定され 翌年に施行された。三、一方においては、台湾において、法律を要する事項につき、台湾総督が発する律令により規定する方針は、維持されたが、台湾に施行した法律及び特に台湾に施行する、目的で制定した法律及び直令に、違反することができない旨の規定を設けることにより、立法の定職を回避することにした。ただし、六十三法で問題とされていた。 憲法上の問題は引きずったままである。63法と3一法はどちらも次元理一法であったが、3一法に変わるものとして1921年3月に制定され翌年から施行された大正10年法律第3号は、それまでの法律と異なり有効期間は限定されておらず、日本が第二次世界大戦に敗戦し、台湾に対する権限を失うまで効力が、 存続することになる。廃止手続きはされていないので、日本がポツダム宣言を受諾し、台湾への実効支配が終了したことにより、実効性喪失したという見解と、1952年4月28日の日本国との平和条約発行により執行という見解があるが、国立国会図書館の日本法令作品に従い、実効性喪失とする。 法3号では、63法や3一法で取られていた、方針とは異なり、内地の法律の全部または一部を台湾に施行する、必要があるものについて、直例で定めることにより、台湾に施行することを原則とするとともに、法律を台湾に施行するに最し特例を設ける、必要がある場合は、直例で別段の規定を置く方針を取った。台湾総督のという形式による、 立法権も排除されていなかったが、法律を必要とする事項について施行すべき法律が、ないものまたは法律を台湾に施行する方法による、ことが困難なものに関し、台湾特殊の事情により必要がある場合に限り、律令を制定することができることにして、律令制定権を制限した。法3号が施行された結果、内地に施行されていた法律は次々と台湾にも、 施行されるようになり、台湾総督による律令制定権はほとんど行使されなくなる。台湾総督の立法権は大幅に制限されたものの全面的に権限がなくなったわけではないので、憲法上の問題は引きずったままであった。ありがとうございます。